CS 第2ステージ初戦、マンターズの先発は中です。中はランナーを一人出しますが、4番の並木を打ち取り初回を0で抑えます。中のテンポは非常にいい感じでしたね。一方エレファンツ先発は二平ですが、山上が初球を叩いて先頭打者ホームランで先制します。いきなりのホームランでびっくりしましたが、大事な CS の初陣で勢いづけるホームランでしたね。二平は後続をどうにか抑え、前半戦は1対0のまま。これは4回の表、中がエレファンツ打線を三者凡退、完璧に抑えます。ここら辺の中のテンポは非常に良かったですね。一方でチャンスを迎えた裏のマンターズの攻撃ですが、西に三塁で吉本がセカンドフライに倒れます。ここのチャンスは生かしたかったですね。そして、回は5回。2アウト1塁3塁と、エレファンツが初めてのチャンスを得ますが、荻原がセンターフライで無得点。当たりは良かったんですけどね。そして、その裏2アウトからマーロンのソロホームランで点差を2点に広げます。2アウトからのホームランだったのでマンターズからしたら非常に大きいホームランですよね。このように前半はマンターズ有利の展開。しかし、6回に入り、これもまた2アウトから並木のソロホームランで点差を1点に縮めます。流れをエレファンツ側に戻す重要なホームランでしたね。さらにホームランだけでは終わらず、連打でチャンスを作り二塁三塁、そしてロダリクの2点タイムリーヒットで試合をひっくり返します。2アウトからの猛攻でしたね。一方、裏の攻撃ですが、ワンアウトから玉木のツーベース、これで二平はマウンドを降ります。そしてリリーフに上がった浦川が2者連続三振を奪い抑えます。ここで流れをマンターズに引き渡さなかった浦川のピッチングが良かったですね。そしてこのまま試合はトントン拍子に進み、最後はハイラムが締めて初戦はエレファンツが勝利しました。アドバンテージのマンターズ1勝を含めると、これで1勝1敗という形になりました。エレファンツが少ないチャンスをものにした試合でしたね。次の試合が非常に重要になると思います。CS 第2ステージ第2戦、まずマンターズの先発は今季10勝の西本さな。しかし、エレファンツが西本の立ち上がりを攻め、並木のタイムリーでまず先制します。その裏、エレファンツ先発のサックはランナーを出すも無失点に抑えます。マンターズとしてはなるべく早く追いついておきたいところですね。その後、序盤は両者譲らず無得点。4回の裏にマーロンの2試合連続のホームランで同点に追いつきます。やはりマーロン・フーバーのコンビは CS においても強力ですね。とりわけエレファンツに相性のいいマーロンがいい働きをしています。5回の表、エレファンツはワンアウト3塁のチャンスを作るも無得点。8番の沖原にスクイズさせるのかなと思ったんですけどね、強打で結局点に結びつかずでしたね。ただ、6回の表に2アウトから錦織のソロホームランで勝ち越します。昨日の試合もそうでしたが、2アウトからホームランで点が入るということが結構ありますね。守備側からしたらもったいない点の取られ方です。そして試合は終盤に移って7回に入ります。体力を消耗した西本を攻め、山野のタイムリーでさらに加点します。すでに119に達していたので早めの継投が良かったかもしれませんね。ここで西本はマウンドを降り、2番手に長見がマウンドに上がります。しかし、9番の福島が長見からスリーランを放ち、6対1とダメ押しの点を与えます。このスリーランは非常にマンターズにとっては停滞一発でしたね。ここでピッチャーが竹野に変わりますが、なおもランナー二塁に置いて錦織のタイムリーで7点目が入ります。この回一挙5点を挙げます。裏に玉木がソロホームランを放つもさすがに勝負あり、2戦目もエレファンツが勝って連勝という結果になりました。エレファンツ打線が活発でしたね。明日はエース武田なのでなんとしてもマンターズが負けるわけにはいきません。明日エレファンツが勝てば大手、果たしてどうなるでしょうか。CS 第3戦、柿崎武田の両先発で試合がスタートします。初回はさすが最多勝エースといったピッチング、武田が三者凡退に抑えます。相当気合入ってたでしょうね。裏の攻撃、先発はルーキーの柿崎。ランナー二塁からフーバーのタイムリーツーベースで先制点を挙げます。さらに渡来も続いて連打、この回2点を先制します。久々にいい打線のつながりですね。2回に移ります。2回の表、いわきのソロホームランで1点差に詰め寄ります。さすがはベテランのいわきといった感じですね。短期決戦に強いバッターです。これでまだ試合はわかりません。しかし、その直後の2回の裏、9番吉本のソロホームランで再び2点差とします。ソロホームランが全体的に多いですが、このホームランは点数以上に大きいですね。2回の表、エレファンツはチャンスを作りますが4番並木三振で無得点に終わります。その直後にフーバーのツーランホームランで点差を4点に広げます。結局柿崎は4回5失点でマウンドを後続に譲ることになります。やはりフーバーは頼りになりますね。そして5回に入ります。なんといわきが重傷の怪我を負って交代。 CS5 割と攻撃の要だったいわきをエレファンツは失います。このいわき離脱は非常に痛いですね。
そんな中チャンスを作り、山野の2点タイムリーで2点差になります。武田は結局この回までですね、QS 達成も物足りなさは本人も感じていると思います。しかし、このまま進み最後は代打下山田を抑えのジャックが打ち取って試合終了。これで、2勝2敗と5分の成績に戻しました。次の試合で勝った方が大手となる試合ですので非常に重要な試合となるでしょうね。次回、ついに CS が決着。因縁のマンターズに果たしてエレファンツは勝利を収めることができるのか。